大アンダマン語と南アンダマン語の地域分布アンダマン諸語は今日インド領であるアンダマン諸島で話されている言語の総称である。大アンダマン語族は音韻的な特徴や人類学的な検知からパプア諸語、オーストラリア諸語、タスマニア語と合わせてインド、太平洋大語族を形成するという説がある。音岸ンン語族はオーストロネシア語族と関係があるとする説があるが、 証明されていない。また、大アンダマン語族とガン語族の関係性は、知られていない。センチネル語については、ガン語族に、禁煙とも推測されるが、研究が全くなされておらず、不明である。なお、南に隣接するニコバル諸島の言語は、オーストロアジア語族である。大アンダマン語族の言語は全て死語である。使用されている地域を紹介する。 A.B. アンダマン諸島の二言語絶滅最後の和社、相次ぎ志望朝日ドットコム博士じゃわハルラール、ネルー大学閲覧日2010年2月8日 A.B. がコミュニティ。バニシング・ボイスズ・オブ・ザ・グレート・アンダマネセ。2010年2月8日、閲覧。アンダマネセ・トライブス、ランゲージズダイ。 ザヒンドー、,http コロンスラッシュスラッシュベーター .thendu.com スラッシュニューススラッシュナショナルスラッシュ ARTICLE10097779.ec2010 年2月5日閲覧。アビッチリーホーボーアイスバニシングボイセズオブザグレートアンダマネセ。2010年2月8日、閲覧。ありがとうございます。